セパウロ学園高等学校は東京都八王子市下温形町にある私立高等学校。1972年に東京都港区赤坂より現在地に移転し全寮制教育を開始。開校以来男子校であったが2002年に男女教学となり全寮制は廃止された。カトリックミッション校で元は セパウロ修道会による修道生の教育より発展した学校ではあるが、一度経営困難に陥ったため修道会が撤退し、ミッションスクールの特性が薄れ、普通高校、通信制高校としての側面が強くなっている。現在は学校に、司祭修道士は常勤していない。1948年にセパウロ学園の設置を申請、それから、 財団法人時代を経て、1951年に、東京都知事から、学校法人に認可された。開校時の校名は、イパウロ学園工芸高等学校で、東京都港区赤坂5丁目2の27にあった。2005年には通信制課程も開始された。週3日の投稿コースや、各週1日投稿コースなど、高校卒業の学歴を取れる、通信制コースが充実している。 自然に囲まれた環境を生かして、パウロネイチャープログラムや乗馬体験授業などが行われている。生徒に自然の中で体験学習をさせて自分で考える力などを養う。周りにはパウロの森があり、ここで1年生が5月頃に森の中を探索して歩く。過去には全寮制だったため宿泊施設があり、この施設を利用したスクールステイという行事を2泊3日程度で、 実施している。冬にはクリスマスミサが行われる。海外の高校で生活する内容が組まれた SA コースが設けられており、オーストラリアの高校に短期間滞在できるカリキュラムがある。2年生の修学旅行先はイタリアで、ローマ教皇の一般越見に参加していたが、バチカンでのテロ発生以降イタリアへの修学旅行は中止され、現在の修学旅行先はオーストラリアになっている。 始業前には希望者が受講できる例言講座があったが2010年度ベリタスと名を変えさらに2011年度は特別進学コースの設置と朝のホームルームの代わりとなるモジュールが開講した特別進学コースは総合進学と違い1日7時間で週35時間の時間割となっているモジュールは主に前週の授業の内容を振り返るテストとなっており モジュールの成績が悪い場合には、放課後補習のカリタスを実施している。なお、滋賀県にある高専中学、高校とは法人名が同じではあるが、実際の関係はない。文化部運動部同好会、ありがとうございます。